開発でこのコロコロコロっていうの一輪車の一輪車の、はいはいはい、これ猫っていうじゃないその業界用語でな。へぇー、はい、でホウホウホウ本当指示が全部ホウなのよ。でこちらはタンさんが何言ってるかを、うん、あどういう出てくるかなとか解釈して僕っていうか おしゃべるホッパー、お願いします、はい、今日も、永井さんのこのトークの、はい、タイトルが書いてある永井さんのトーク帳で、はい、こちらのタイトルですね見ていただきながら、永井さんの、記憶がね苦手だということでこう記憶を呼び起こして、トークをしていただこうという感じでございますけど、うんね、いろいろとね書いてますけどもね、うん、これね結構なんかねよくわかんないのも多いですけどね、この伊藤建設かっこ鍋とかあるんですけど、うん、これ伊藤建設シリーズとかがあるってことですか。ないよ。ない伊藤建設鍋は一個だけだから。あ、でもシリーズあるな。あります。忘れてるだけで。ああ、あ伊藤建設っていうのが、はいはい、俺がね日課ポッカに憧れてたのよ高校生ですね。で、はい、高校行かないで現場で働いてるやつが地元多かったの、はい、土木作業員の方になったりとか、はいはいまあ、とび職やったりとか、はい、でそれがもうめちゃくちゃ眩しかったのよ。だから俺は絶対高校卒業したらまず NSC に行くお金を貯めるために伊藤建設っていうかその土木作業員になろうっていう日課ポッカ履く仕事しようって。へー、憧れで始めたってこと。そんな土木作業をそう あれに憧れてるの。あ、その伊藤建設なんですね。その伊藤建設の、うん、鍋の話ってことですか。そうそう。あ、ちょっとそれ話してもらって。それはい。じゃあ他じゃなくてもいいの。いや、伊藤建設、いや、でもそこまで聞いたら気になるわ。確かに確かに、これでお預けはちょっと。伊藤建設鍋ね。伊藤建設、いや、おしゃべる本番で伊藤建設鍋の話です。あのね、皆さんどうなんだろう、今の方とか若い人とかはどうなんだろう。まあ分かりますよね、その言ったら土木作業員の方とか、こう日課ポッカみたいな、はいはい、こういうね、ワークマンとか広がっててちょっと足元で絞ってる。そうそうそう、それに憧れて、まあ、地元が僕春日部でその昭和町っていうところに伊藤建設っていうのがあったんだよ。で俺が、もう高校卒業する前に後輩とかはもう中退とかしてて伊藤建設入ってたの、はい、で俺そこで頼んで入れてもらったのよ伊藤建設っていうところに。でそこに初日の話なんだけど入った時に渡辺さんっていう、まあ、通称鍋って言われてるおじさんと二人きりで現場に行くんですよ、はい、でその現場に着きました。で現場がね、いろんな現場があるんです、まあ、例えば10人規模の現場、100人規模の現場、1000人規模の現場があるんだけど、一番最初にいたのが俺この1000人規模の現場連れてってもらって、はい、で朝の朝礼っていうのがあるんですよ、この建設系の仕事っていうの。で棟梁だよね、言ったら俺にとったら棟梁が鍋、渡辺さんね、はい、で鍋がまず最初出て、いろんな棟梁が出てって、伊藤建設本日人員2名何々をしますみたいな朝の朝礼があるわけ、うん、で俺はもう何のこっちゃ分かんないけど、まあ、ついてってる。で猫って言ってなんていうんだ、赤いやつ、このコロコロコロっていうのは一輪車の、一輪車の、はいはい、これ猫って言うんだよ、その業界用語でな。へー。で、ガラカッパギって言って、ガラっていうのはまあコンクリートとかがダダダダってはつったやつのこの石、大きい石とか小さい石とかこういうのガラっていうんだよ。これを猫に入れてこうある位置に運んでっていう指示を最初鍋にもらったんですよ、わかりました。初日だ、一生懸命やったから何回も何往復して30分くらいやったかな、ガラカッパギっていうのを終えたの、うん、で次にやる作業を聞かなきゃいけない。まだ30分始まって朝だよ、まだで
鍋をこう探すのよ、うん、次何にすればいいですかって、見当たんないの。おお、鍋、え、俺の棟梁で来てる初日の僕ですよ、はい、まだ言っても19歳、うん、で、いないわ、どうしよう。で、今建築関係の方がどうなのかわからないですけど、僕らがやってた20年以上前はまあいかつかった。あ、はい、そのイメージは、その建築系の方が、はい、怖かったよ、はい、19の僕は、はい、おい、ブレークソガキ、何さ持ってんだお前この野郎って言われるわけ、はい、やることわかんないから、はい、あ、ちゃんと当てられるこの野郎って言われるわけ、はい、すいませんって言って、すいませんって、いやでもわかんなくてとかも言えなくて、言い返せなくて、すいませんって言ってたら、はい、あ、クソガキ何もやんねえ、やることねえんだったらお前そこのマンホールの下でもお前掃除しとけボケって言われた、はい、あ、すいませんって、わかりましたって、そのマンホールをパッて開けて、もう掃除の仕方もわかんないけどマンホール開けてとにかくきれいにしようと思ったら、マンホールの下で鍋がおにぎり食ってたのマジかと思って俺19歳の俺ですよ、はい、初日ですよ、はい、やること何もわかんない、ガラカッパギを終えて、はい、鍋の指示を仰ぎに行こうと思ったら鍋は中でおにぎり食ってサボってたのよ最悪っすね。さすがに閉めたよ俺マホロ閉めたよマジでやっぱりね、建築関係の方の20年前の方、今の方わかんないけど、はい、やっぱりねちょっともう行っちゃってる人多かったよ、ね、タンさんっていうタンさん、まあ、中国の方もいたんだけど、はい、ホーでしか会話しないのよ。ホー、だからそこどいてとかもホーホーホー本当指示が全部ホーなのよ。でこっち側はタンさんが何言ってるかを、はい、あ、どいてってことだなとか解釈して解くっていうかなるほど、中国語でもないのよそうですよね、ホーしか言えないの、うん、で現場行くじゃん。で俺若手だから、はい、まあ、免許取り立てだけど、はい、皆さんを乗っていただいて、はい、現場まで俺が運転するのよ、はい、でこうやって朝まあもう5時とか6時に集まっていくんだけど現場まで、はい、こうやって後ろで会話してたけど何も反応できなかったけど、はい、ほうほうって言ったのが言ってて、はい、じゃあ鍋がおお犬か言ってます、うまそうだね、こわーって言って、怖っ成立したぞ最後もういろんな人がいて本当にいろいろある、伊藤建設の話は本当いっぱいある、その建築系の仲間工業っていうところ次はつり屋で働くんだけど、はい、そこの話もいっぱいあります。うわ楽しいですね、はいはい、もうやっぱねちょっとねなんかこう異次元の方が多いよ、そっち系の20年前のそっち関係の方は。なるほど、うん、それももしかしたらここでお前らがこうやって選んだ時に出てくれば、はいはいはい、その話もありますんで、はいはい、ということで今回は伊藤建設かっこ鍋でした。あっしゃあっしゃ、うん、じ